スコーピオンは、米英戦争時のアメリカ海軍のスクーナー。英語でサソりを意味するスコーピオンと命名された二隻目の船である。スコーピオンは、米英戦争中の1813年の春に、プレスクアイルで浸水した。スコーピオンは、オリバー・ハザード・ペリーのいとこのスティーブン・チャンプリンの指揮の下で、1813年の夏から秋の間、ペリーの舞台と共に、 エリーコで行動した。1813年9月10日、スコーピオンはエリーコの戦いに参加した。この戦いでアメリカ艦隊はイギリス艦隊を破り捕獲した。この戦いの終わりにスコーピオンとスループトリップはイギリスのスクーナーチップウェイとスループリトレベルトを捕獲した。この戦いでスコーピオンは二人を失った。この戦いの後、 スコーピオンは、デムズガー地域で、ウィリアム・ヘンリー・ハリソンの軍を支援し、兵員や物資、敵から奪った弾薬の輸送を行った。1813年から1814年にかけての、冬は、スコーピオンはエリーで形成されていた。1814年5月から9月までの期間は、スコーピオンは、デトロイト地域の陸軍に協力して、エリーことヒューロン湖で行動し、 兵員の輸送やのたわさが川と、シムコーコの敵の封鎖などに当たった。1814年9月6日、ヒューロン湖の封鎖任務中に、スコーピオンは、暇いに、イギリスに捕獲された、元アメリカのスクーナー対グリスによって捕獲され、スコーピオンは、イギリス海軍のスクーナーコンフランスとなった。ありがとうございます。